で、今日はファルカンフェイント、ブラジル代表の名手、ファルカンのフェイントを紹介していきたいと思います。うまくいかない例として、多いのが、ボールを転がした後に先に地面についてからボールを触ってしまう。もう一回いきます。転がして先に地面についてから触ってしまう。本来であればボールをまたいだ後にそのまま着地するの、ボールを触るのが、正解なんですけど、先に足をついてボールを触ってしまうっていうのが例としてあります。方としては、ボールを右足から左足に転がし始めると同時に左足がボールを迎えに行くような感じです。ボールを転がし始めたら左足はボールを迎えに行ってキャッチする。もう一回いきます。転がすと同時にボールを迎えに行ってスルーをしてキャッチするという形になります。はい、じゃあ実際にコーチと一緒にまた5回やっていきましょう。はい、じゃあ行きます。1 2 転がすと同時にジャンプしながらボールに寄っていく感じです。35。はい、じゃあ速いスピードでやっていきます。1 2 3 4 5。はい、じゃあ今度は、ちょっとバリエーション加えます。左右でやっていきたいと思います。はい、いきます。12 3 4 5。はい、じゃあ応用編をやっていきます。最初、ファルカンフェイントを左右でやったら、逆足に持ってってインフロントで触ってアウトサイドで持ち出す。もうじゃあちょっと普通のスピードでやりましょうか。こういう感じです。では応用編を5回やっていきたいと思います。1 2 3 4 5。はい、今日はブラジル代表の、フットサルの、名手の技を紹介していきました。これサイドラインで右サイドの、右利きの選手だったら左サイドのサイドラインでこうファルカンフェイントを使ってカットインしてシュートだとか、ファルカンフェイントを使ってカットインしてラストパスを出すとかっていう時にすごい有効なフェイントになります。運動不足で息切れしてしまいましたが、みんな楽しみながらね、いつも言ってますけどチャレンジしてみてください。高評価並びにチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。また紹介していきます。